主人公がポケモンと一緒に成長していくっていうところを多分皆さんは見た結果、サトシピカチュウに思い入れが強くなったんだと思うんですよ。なぜアニメポケモンはサトシみたいなのか。ポケットモンスターのアニメが25周年を迎え、去年サトシがポケモンリーグ優勝を果たして国民的ニュースになりました。自分も感動で泣いてしまいましたが、そんなアニポケのサトシに定年引退説が出ています。個人的には日本ポケモンは主役サトシピカチュウのまま一生追悼し、ポケモンが終わったら自分は何のために来てるかわかりません。ヘルクさん、最近のポケモンゲームの世界的ヒット、サトシのリストラについてはどうですか。単純にストーリーとして、主人公がポケモンと一緒に成長していくっていうところを、多分皆さんは見た結果、サトシピカチュウに思い入れが強くなったんだと思うんですよ。でもその、主人公サトシピカチュウのアニメ自体はもう20年以上前にスタートしたと思うんですけど、見てきた人にとっては思い入れは強いと思うんですけど、今の子供たちって、その20年前のアニメとか見てないんですよね。なのでその話されてもわからんわみたいになっちゃって、思い入れを入れることができないという状態になってしまってるので、でサトシはすでに超強いじゃないですか。ピカチュウも超強いと、今更その成長とかっていうのもなかなか難しいよねと。なのでこのパターンで話を進めようとすると、もっと強いやつが他の国からとか他の星から現れるドラゴンボールパターンになってるんですよね。めっちゃ強い奴が来たって言って、強い悟空としてなんかあのフリーザとかと戦う感じになっちゃうんですけど、でそれやっちゃうと成長するっていうことを一緒に楽しむっていうのができなくなってしまうので、もともとポケモンって強いやつが攻めてきて戦うよねじゃなくて、街とか村とか山とかとか草地にいるようなポケモンと仲良くなって、でそれが成長して変化してっていうのがもともとのゲームとかアニメのコンセプトだったりするので、一番弱い状態っていうので、もう一回スタート地点から人影にしますかとか藤木ダメにしますかみたいなところから育っていくっていうものを、ポケモンのアニメを見てる人にも体験してもらいたいところから、弱い人で最初から始めるってことになったんじゃないかなと思います。